どうも、ポチです。レオです。絶対絶命都市4プラス続きをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回は見てください、はい、前回ぐらいかな、前回かな、手に入れた、ちょっとびっしょ濡れですけど。そうだね、ちょっと場所があれだ、ね、あれですよ、セーラー服の女子高生になったポチ子。おう、俺さ、一個さ、気になってることがあるんですよ。はいはい。このセーラー服、はい、おじいちゃんとかで見つけましたよね。おばあちゃんのセーラー服かな、じゃあ。あ、そういう好意的な解釈をする。孫のセーラー服かな。ああ、好意的な解釈だね。すごい怖くなったんですよ、それを思ったら。そう、おじいちゃんとこだったっけ、これ。おじいちゃんが、なんか、おいって言ってた、あのおじいちゃんいたじゃん。いた。あいつの部屋でさ、見つけたじゃない、これ確か。マジか。うん。おじいちゃん、ことだぞ、場合によっては。ことだぞ。やばいぞ。まあ、ポチ子は今回、女子高生になったの、JK ですね。JK のまま、ボートに乗って、じゃあ進んでいきたいと思います、はいはい、前回ね、看板上げたのでもう進めるはずなんですよ。そうだ、あのあちこち何回も行かされたやつ、そう、あちこち何回も行かされて大変だったやつ。本当に1回でさ、みんなさ、いろいろ教えてほしいよね。江西田の看板の下通るけど、これ細っ。もうちょっとなんかさ、うまいこと。くくったのかな。上までは見えないね。行くぞ。おう、行け行け。あ、なんか消えちゃった。あれ、こうか。よいしょ。怖い。あ、ギリじゃなかった、今。はぁ、ほら、見て、これ。ロープ切れたから危ないって言ったら、ギリギリ。全然驚かないのね、この。すげえな、お前ら。二人とも。慣れっこか。よし、行くぞ。てか、こんな一瞬のためにあんなに頑張らされたの？ほんとだ、一瞬でやったわ。お。団地のすぐ北にある駅前に到着する。駅前の建物はどれも、海側に倒れ込むように倒壊している。久しぶりの陸地だ。ま、ほんとに久しぶりですよ。ね、じゃあ、進みますよ。あれお前だよね。どうした、お前。お前どうしたおい。おい。あいつ、パンツ見ようとしてるぞ。おい。あ、ダメだ。ご褒美でしかないぞ。今の格好だと。JK 好きだろ。こりゃいい代物だぞ。自信様々だな。うひひひひひ。ほんとこいつ。ひどいな。なんだいあんた。じろじろ見てるんじゃないよ。あっちへ行けな。しっしっ。これっすか。これだな。これか。お腹空いてんな、ポチ子。やばいぞ。そんな雑魚に構ってる暇はないぞ。お腹空いちゃったな。そう、腹減ってくから。こっちは行けないんだ。行けないんだな。まだボート乗れるな。あ、あっち側にも行けるな。ちょっと行ってみる？一回。そうだね。ちょっとボート乗れるうちに行けるとこ行ってみようよ。うん。お前がこれ出るのね。そうだ。ポーンって。よいしょ、ここの方が行けるね、ここ。何もないのかな。降ります。あの、ちょいちょいポチ子が、うっていうかさ。うっていうね。腹減ってんの？そうみたいなね。うっていうね。あら、なんか、くぐれそう。よいしょ。よいしょ。あれ？入れないのかな？丸ってでも書いてあるよ。入れない。傾いて、崩壊している。あ、誰かいない？誰かいるよ。なんかいるな。なんか、おじいちゃん？おじいちゃんがいるな。おじいちゃんだよね、あれね。動いてるよ。いるな。おじいちゃんか銀髪だな。銀髪の人だな。おじいちゃん。よいしょ。無理だな。無理だね。え？おーい！おーい！
乗れる、乗っちゃダメか。おじいちゃん、あれダメなのかな。ダメだわ、何もできない。え、ちょっとあれ、ああダメなの。おじいちゃんいるんだけどな。後で来んじゃないのこれ。じゃあ後でもう一回来ようか。実は一回ボート乗るわ。うん、おじいちゃんいたよね。うん、生きてるよまだ。こっちの方にもさ、あとなんか道あるよね、ほら。よいしょ、おっこらしょ、早くこぼ、よし、ほらほら、いけるよ。ほんとだ、いけそう。あ、そっちにもなんか接岸できる場所あるな。ちゃんとカラーコーンがあるっていうのが優しいよね。そうだね、優しいね。よいしょ、そこくぐれそうじゃない。あそこくぐれそうだね、今度こそ。クマちゃんがいるよ。ほんとだ、今度は。なんだ、よいしょ。あ、いけそう、いけそう。よいしょ、そっからじゃなくてよくない？ちょっと遠かった。もうちょっと早くてよくない？ちょっと遠かった。クマちゃん取りに行くぞ。膝痛いだけだと思うけど。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あれ？あれ？嘘。絶対行けるでしょ。建物が傾いて崩壊している。危ないから入っちゃダメってこと？いや、行けるでしょ。クマちゃん？あー、クマちゃんもダメ？ダメだな。ねえ、あのクマちゃん。トモヤがいるのは町の中心街の方だと思う。今私たちがいる江西田団地からだと東の方向ね。うん、なんでトモヤいる場所わかんの？なんで急に確信したの？さてはビブルカードでも持ってるな、お前。持ってるの？そんなもの？でもビブルカード持ってるんだったらあんなに泣かねえよな。そうだ。なんであんな泣いてたんだよ、じゃあ。こっちの方もないのかな？こっちはもう行けないのかな？ないね。ないね。こっちはもうない。あ、ないな。ああ、ないな。よしか。でもあれだね。新しいステージに入ったことで、どういうわけかわからないけど、ボートを。全回復してる。全回復したね。ほんとだ。ちょっとうまーくボートをね、動けないんですね。うん。よいしょ。よし。なんてこと！視点が。視点戻されるんだろうからな。あ、そういうこと？うん。そのアングルでしか。見させてくれないの？見させてくれないの？なるほど。こういうことか。そう。ここら辺降りれないんだね、団地。降りれないんだね。じゃあしょうがない。陸地につけるか。おじいちゃん。ね、おじいちゃん。へぇ。ちょっと、もしかしたらまた来るかもしれないからね。うん。浮かせるでしょ、絶対。あれね、あんな、そんなに水吸って重くなったりしないでしょ。ねえ、降りましょう。地面から生えてるわけでもないだろうしさ、うん、よし、久しぶりの陸地。あー、陸地だ。うわ、いっぱい人いるよ。いるな、なんか人がおかしなのいるけど。じいさんの代から引き継いだ店だったが、これじゃあもう、お、あ、セーブがあるな、ちょっと、うん、ちょっとセーブだけ。はい、一休みは大丈夫だな。お、OK か？ OK です。よし。さて、どうしたもんかね。確かにみんなこっち側に傾いてるね。そうだね。だからここも危ないぞ。そうだね。どうしよう、これから。いや、とりあえずさ。あ。やだ、クーちゃんじゃなきゃやなの。あ、クーちゃんだ。クマのクーちゃんのことかしら。か。おじいちゃんのこと？おじいちゃん。どっち？おじいちゃん、クーちゃん。やだやだ、クーちゃんじゃなきゃなの。どっちかだろ。どっちかな。こっちから登っていくとかできないのかな。ダメか。ここは？ここもダメか。あ、これじゃ通れないわね。お？あっちに行きたいのか。なるほど。はいはい、別の道を探すしかなさそう。ああ、そうだ、線路の上を歩いていきましょう。この状況じゃ電車は走ってないでしょうし。そうだけど。いや、それはね、そうだけども。お前、その電車付近で挟まれてたやんけ。そうだよ。おばあちゃん、この年になってこんなひどい目に遭うなんてね。いや、ほんとそうだよな。本当だよね。そりゃそうだよ。俺の家が、家がな、そうよね。家とか壊れちゃったらもう、ほんとショックで、ショックでも、誰？道路が塞がれてて車じゃ移動できないね。そうだろうね。あ、なにこれ？開けられんの？開けろ。
大したものは入ってないようだ。やめなさい。じゃあなんで開けたんだ。やめなさい。なんで開けれるんだトランク。え、他のも開けれるの？開けれないじゃん。開けないでしょうね。もう一回話すとなんか買うのかな。大したもん入ってねえなっていうのかな。あ、言わないわ。ね、そんなに優秀じゃなかった。そんな優秀じゃなかった。おじいちゃんこっち側じゃなかった、もっと。おじいちゃんそっちだね。ここら辺じゃない？あ、もうちょっと先かな。もうちょっと先だと。地震じゃ仕方ないわ。仕方なかったのよ。いや、ほんとそうだよね。あすげえ打ちひしがれてるけど。そうだね。かなえさんと話したわけじゃないんだよ。おじいちゃんと、おばあちゃんとおじいちゃんは？あ、ここ？おじいちゃんとこ。ごめんよ。おじいちゃん？ああ、そうか、おじいちゃんが。そうか。おじいちゃん、大丈夫だったよ。今のうちに荷物を持ち出せないかな。危ないよ。危ないよ。とりあえず私の実家に行きましょうか。でもお父さんたちは無事なのかな？そうだね。連絡も取れない。お？本当した。ん？おじいちゃんだ。あ、ここだ。ここだ。おじいさんを探してる数、ここ、生きてたよ、おじいちゃん。生きてたよ、おじいちゃん。ね、生きてたよ、ここ。ちょっと、おいってところ、ね。あ、ほら、見えるじゃん、おじいちゃん、ほら。見えてんじゃん。ね、見えるじゃん。なんでここから、ここから見ないの？そっから見りゃ見えんじゃんか。おんぼろな家で狭くて住みにくくて、さっさと壊れればいいと思っていたけど、本当にこんなことになるなんてよ。そうだな。そうだな、そう思ったりするけど、実際壊れたらな。うん、そうだな。冬美逃げられたんだろうか。冬美？誰だ誰だ。冬美？誰だろう。ベニスタ団地からだと東の方向ね。うん、あれ女の人がいる。夫も子供も家を出ていたからよかったけど、いつ会えるのかしら。そうな、それは確かにな。なかなか会えないんだよな。こうなってくるとね、帰るのも電車も動いてないしね。あ、もう、道路も、ごつ、もう、すごいことに。はい、えらいことだったな。えらいことだった。家はこっちだけど、道が塞がれている。帰れないよ。こっちも塞がれてるのか。電車の復旧までにどのくらいかかるんだろう。いや、もう、年単位だな。こうなってくると。本当だよ。この辺なんか、ここら辺から行けそうな気がするけど、線路。ダメなのか。ダメっぽい。危ないぞ。余震が来たら崩れてくるぞ。何も見えない。見えねえな。見えた。本当に安定のカメラワークだな。よいしょ。この水たまりちょっとしょっぱいぜ。海の水が混じってる。はぁ。あ、郵便ポストだ。郵便ポストは調べられない。郵便ポストは意味ないでしょ。なんか、どっから線路入るんだろう？駅からかな？駅からだと思うよ。これじゃあ車動かせないな、そうだろうね。うん。じゃあ駅行くか。あ、なにどうしたの？ん？なに怪獣でも現れた。駅舎の中は一時的な避難所になっているよ。お。じゃあなんで指さしてんの？何指さしてんだろう。うっ、お腹すいた。ご飯をくれ。この中になんかあるんじゃないの。ご飯持ってる人。なんかないのかな。ご飯持ってる人。あ、水。水じゃな。水は入ってない。ああ。勤め先で被災した際の水を手に入れた。防災マニュアルね。水は手に入れてません。避難所の運営なんてしたことがないからね、慣れないことばかりでもう疲れたよ。そうだね。そりゃなかなかね、避難訓練してもね、うん。お、防災マニュアル備蓄1を手に入れた。お、その備蓄が今欲しいんです。そうなんです。どうも、私がこの駅の駅長です。昨日の朝の地震で線路が崩壊しました。車両は停車してしまいましたが、巻き込まれて脱線し、今のありさまです。怪我をされた乗客に加え、近隣住民の方も避難してきて、正直我々だけでは対応しきれない状況です。あら、まあ、そうね。いろんな人が来るものね。ホームの方は家に帰れなくなった方々でいっぱいだ。しかもシャッターが誤作動して閉まってしまった。しかも地震のゴタゴタで、シャッターハンドルがどこかへ行ってしまったんだ。
多分乗客を誘導しようとしていた時にホームに落としてきてしまったんだ。ああ、ドジっ子かよ。ただでさえ不自由で心もとない状況なのに駅員として申し訳ないよ。ドジっ子だな。ドジっ子かよ。でもそうなってくるとシャッターハンドルの話が出たってことは手に入れられるのかな、これ。そうだよね、どっかで。こんな場所でとても眠れないわ。でしょうね。なかなか一応しいと聞いた。寝てるやついるけどな。寝てるけど、すげえ寝てるけど。疲れたんだろうね。お父さん、どうしてそんなに落ち着いていられるんですか。見ての通り駅の北側には出られないよ。ああ、そうだね。いっぱい。そうじゃねえんだよ、まず少年。飯が欲しいんだよ。少年なんか持ってないかい。お家におもちゃ置いてきちゃった、うん、まあそうね、こういう時は飽きちゃうよね。飽きちゃうってか、そういう状況ではないんだろうけど、子供にとってはね、大変だよね。お父さんもきっと無事だから心配しないでね。心配だよね。やばい。あ、危ない。やばいぞ。なんでみんなそんな、なんでみんなそんな大丈夫だったの今。これ意外にみんな強いね。さっきの揺れ怖かった。駅の外で何か崩れる音がしたよ。駅の外。お、あ、これが開かないんだ。うわ、みんな並んでる。うわ、開かないんだ。なるほど。シャッターが降りている。ここから向こう側に行けそうにない。なるほどね。あっち側もじゃあ開かないってこと。そうだね。うわ、みんな並ん、真ん中を開けるんだね。そうだね、なんか日本人っぽいな。ね、シャッターが降りている。ここから向こう側に行けそうにない。うん、真ん中を開けるんだ。でも誰も登り降りしないと思うけど、ここ多分。まあそうだね、そんな今さら。うん、いやいっぱいだから外に。怖かったわね。建物は大丈夫そうね。どこ、線路に上がれそう。どこかに上がれる場所ないかな。私は駅の中を調べてみるから、あなたは外を見てきて。お前またそうやって動く気ねえんだろ。そこに突っ立ってる気だろ。そうだろう。おい、すぐ外見に行かせる。ほんと。ってなんか崩れたのかな。見た感じそんな、そんなに崩れてる感じはしないけど。乗れそうなとこはないけどな、うん、こっちは。あっちかな。じゃあよいしょよいしょよいしょ。この人誰。家族がみんな無事だったのは良かったよ。でもこれからのことを思うと気が気でないな。そうだな。そうだね。まだもうバシャバシャバシャ。うん、崩れてもないよそんな。電車の復旧までにどれくらいかかるか同じだね。お前は。え、崩れてきた。さっきの揺れで崩れてきたよ。え、崩れた。そこ、ここ、もう崩れた。あ、さっきよりなんか石がある。あ、そこと。あ、よじ登れそうだって。ちょっと待った、さっきの揺れでさ、うん、おじいちゃんとことかどうにかなってねえかな。あ、おじいちゃん、おじいちゃんどこだっけ。おじいちゃん大丈夫かな。崩れてない。おじいちゃん、そうそう、そこそこ生きてる、動いてる。おじいちゃん、おじいちゃんのさ、手前のさ、あのボックスとかさ、動いてるかな。動いてたりしないかな。ちょ、行ってみよう、行ってみよう。お前は何してんの。まだ見てんのかよ。見てるから。まだ見てんのか。そのバカはほっといた方がいい。あれ、あ、そうなの、来るんだ。来るんだ。駅員なんか調べてくるんじゃなかったんだ。崩れてねー。あー、ダメかな。話聞いた後だけど、ダメかな。ダメかな。あの人たちの話聞いただけじゃダメなのかな。おかしらんない。ダメか。ダメか。それはどかせられるでしょう。これどかそうよ。これこれ。大したものじゃなくない。ふんふん、ダメだ。ダメだね。あ、じゃあもう登っていくしかないんだな。なんでこんなとこにビールケースいっぱい積んでんの。てかビールケースなんてさ、いけんべさ。ダメか。なんだよ、いけないのかな。木の根っことかなら私もさ、もうちょっとしたらいけるようになるかもしれない。また、そうね、また後で来てみよう。もう一揺れぐらい、もう一回揺れぐらいがね、うん、来るかもしれないからね。もう一揺れってあってほしくないけどな。あってほしくないんだけど、なんかそれか、こうなんか誰かがおじいちゃんの声が聞こえるって言って
いやもう聞こえてんだろう、どう考えたって。なんかほら助けてみたいな言うかもしんないし。そうだね。よし、じゃあ行こう。行ってみよう。登ります。よいしょ。別に俺いる。どうした。かなえさんがいる。登る。あ、登った。よいしょ。ほら、いいでしょう。セーラー服 JK だよ。こっちかな。お、いいね。駅だね。どう見える。あ、見えない。見えないよ。そこら辺は見えないんすよ。ほうほうほう。あ、みんないるね。あ、こっちは向いてない。登るか、とりあえず。いや、結構すごいね。あの、自分の高さぐらいのあれ登るって辛いよね。結構辛いよ。眠ってる男性、ブーブー。あ、帰宅困難者2を手に入れた。帰宅困難者には僕もなった経験がありますな。あ、でもね、そうだね。あ、なんかある。なんでこれ。シャッターボンド、あった。来たよ。ありました。やった。これ来たぞ。開けられるぞ。開けられるぞ。いっぱいね。あ、みんなね。そっちから開けられるのかな。ここら辺にも話せる人いるのかな。ああー、どうしよう。よりによってこんな時に地震に遭うなんて。あ、君ちょうどいいところに来た。お願いだ。こっそりこれを受け取ってくれないか。何？何？怖いわ。またこんなものを会社に持って行こうとしていたことがバレたら僕はもうおしまいなんだ。まあ、もらっとくか、一応。なんだかわかんないけど。おー、ありがとう。君は僕の人生の恩人だ。お、来たな。天狗の面なんで会社に持ってこうとしたの？来たな。来たな。あ、来たね。天狗 JK になった。そうだね。天狗 JK。天狗セーラー服 JK。はい、使います。え？シャッターハンドルがうまくはまらない。地震の影響で歪んでしまったのだろうか。このシャッターは開けられなかった。反対側か？反対側だな。じゃあ天狗 JK。ちょっと天狗 JK の顔見たいな。どう？いいね。いい天狗だよ。いいね。いい天狗だ。うってうめいてる。天狗 JK お腹空いてまーす。天狗 JK 行きやす。行け。行きます。行け天狗。この辺、あ？出勤途中で電車が脱線して止まったんだ。家にも帰れないし、会社にも行けない。どうしたらいいんだ。あ、帰宅支援ステーション1を手に入れた。おー。え、支援ステーションなんかあんの？ね。あー、でもあったかも。支援ステーション？でもなんかこういう風に行けば、まあ、俺はほら都内だったからさ。はいはいはい。なんかこのルートだったら帰れる。あ、教えてくれるみたいな。ですよ、みたいな、なんか。よっこしょ。そんな、あ、ここにもセーブポイントあった。あるね。落ちちゃった。なんで落ちんだよ。天狗落ちる。天狗。よいしょ。みんなこの顔見て、なんとも思わないのかな。思わないね。いつもなら普通の電車が通るはずなのにな。やっぱり普通じゃないんだな。そうです。ね、電車が止まって会社にも行けないし、家にも帰れないんだよ。前にニュースで見たよ。帰宅困難者とか言うんだ。そうです。うん、そうです。こういう自販機ってよくさ、お？ゴミ箱？ゴミ箱？ゴミ箱あれか。セーブポイントか。セーブポイントだね。たまに使えたりするよね。あ、あっちだ。セーブポイントになっちゃった。そうだ。ちょっと、セーブしとく。おい。はい。セーブしました。でも、こっち側開けたら。おお。とりあえず開けたいもんね。こっちは何もないかな、もう。ないね。もうないね。ない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 。君も帰れなくなったのかい？その辺に座りなよ。帰れないから。てんてんてん。寝てる。腹減ったな。あ、帰宅支援ステーション2を手に入れたマニュアル。誰かくれないかな、ご飯。座った姿勢、寝たり休んだりしているみんな。みんな不安そう。なんかご飯。お父さんたらよりによってこんな時に、あ、え？あなたよかったらこれを処分してくれませんか？父親が私に自分の仕事を継いでほしいみたいで、時折私のバッグに勝手に入れてあるんです。重いしすごい迷惑しているんです。何これ？何？
ありがとう。先生するわ。バール。あ、これ。バール。これでさ、動かせるんじゃねえの？さっきの？バール？あ、バール。かなってこ。あ、さっきのやつ？バールなんて、何の仕事だろうね。大工？ね。バール、持たせるって。持たせるってどういうことだよ。シャッターが降りている向こう側に行けそうにない。開ける。あ、ここ、あ、そこは開いたんだ。開いた。開いた。開いた。シャッターを開けてくれたのね。ありがとう。お前やっぱり何もしてなかったじゃねえか。本当だよ。地元に帰りたい。については何も触れねえんだな。みんなね。そっち開かねえか。開かるかな、バールで。開かなかった。あれ？バールいつ使うの？だバールでさっきのさ、ビールのケース開けられるんじゃないの？あっ！え、そういうこと？溶かせるんじゃない？バール使う？とりあえず、開けたよって押してあげようか。そうだね。お前、ほら、シャッター開けてくれたんだね。ありがとう。あ、それだけ？もうなんかおにぎりの一つでもよこしてくれよ。どうも。あ、同じだ。あ、おにぎりください。ダメじゃねえか。何にもねえじゃん。バール、バール、バールか。そういうことか。バールでいけねえかな。どうだろう。よっこいしょ。よっ。よっ。それか、あの金庫か。あ、金庫か。あ、間違えちゃった。こっちか。いや、うん、そっちか。そっちだな。こっちこっち。お前、これが欲しいか？自信様様だな。これ、あれ？金庫は調べらんないみたいな。調べらんないね。あ、ダメか。じゃあ、おじいちゃんとこな。おじいちゃん。何回もおじいちゃんとこ行くな。バールで、開かねえかな。ダメかな。バールじゃなくても、だから溶かせんだって、あれは、どう考えても。どうだろう。おじいちゃん助けたいな。ダメか。え、バール何に使うの？ちょっと待って。ポーズになっちゃった。バールは何に使うの？ちょっと待って、アイテム。かなってこ。うん。何も触れてくれないの。これは？これ。こういうのあるじゃん。棒とか。そうなんだよ。かなえさん助けた時の方が十分、よっぽど大変だったよ。ねえ。ダメか。おじいちゃん、助けたかったなぁ。先行くしかないのかな。行くしかないんだろうなぁ。先行くってどうやって行くんだ？でも一回、今回は一回セーブして、さっきのあの線路自体に行こうとしてるときになんかバールが必要になるのかな。なるほど。それか、あとはあのクマちゃんのところか。クマちゃんのところはでもバール使うようなとこなかったぜ。おじいちゃんのあの見えてるところでバールで開くのかな？開くかもしんない。ベリベリ剥がすのかも。剥がせるかな？おじいちゃんどこだっけ？そこ。どうよ、バール。ちょっとお父さんだ、もう。ちょっと、いるんだってよ。いるの。もうダメだ。あ、なんだよ。おじいちゃん、こっから？ダメだ。ダメだね。何にもマークがつかないもん。ないよ。なんだよ。おじいちゃん、助けたかった。ダメだね。ダメか。みんな、ダメか。なんもないもんな。なんもないね。なんもないな。うん。ダメか。これダメだ、ね。ダメだわ。じゃあ、今回ちょっと、一回ちょっと時間も。はい。来てしまったので、あそこでセーブをしましょう。はい。で、おしまいにしたいと思います。うん。いや、でも、今回、天狗の面手に入れたわ。そうだね。ほら。腹を押さえてるな、天狗。天狗。ちょっと、ドアップで見たいんだけどな。見れないね。うまーくドアップにできないっていう。あ、こう、あ、いいんじゃない？ちょっと待った。わかった。いいぞ。何の時間なんで、ね、今これ。天狗のドアップの時間。お？ダメだ、消えちゃう。ここまで。現れる天狗。じゃあこれで、
今日はお別れとしたいと思います。はい。はい。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしかったら高評価、チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。では、次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。